ち寄るちょっと可愛い新人見つけた枠でかお弁当買って帰ろう所持金は100円が7枚あの子のレジの前今がチャンスもうダッシュさあ全部並べてよあの子の声685円ですカウンターに小銭を並べてそこで気づいた35円足りない見間違えてたレジに並んだ大概街の人の視線小さい声でやっぱりこれやめときます会計すいません出口へと急ぐいつも夜コンビニ明日来るのがちょっと懐かしいどうしてあなたは何が似てるの100円と50円玉夜顔を覚えてくれたよねハート爆発温めていきますかその声で僕ポカポカになるよそんなの消えるわけないよ一人妄想カゴに袋入れてにやけた顔でサドルをまたぐよペダル踏んで信号を渡ってそこで気づいたお弁当忘れてきた温めてたのに店の前には僕を探すあの子の姿立ちこぎ全開急いでそこから逃げ出す車挟んで店の中を覗く人がたくさんいるよすぐに行くのはちょっと恥ずかしいどうして苦手のスポットを出れば話すチャンスもあったはずなのに開いたページがちょっといけない写真そばに女の子パンタナに引っ掛けて果てに商品ぶちまける突然開いたと直撃お弁の汁こぼしたそれでもまたこのコンビニ来るよ会えるからはにかんだ顔をしてこっちを見ているよこれはフラグが出そうな予感がしてきたよ立ち読みするふりお財布の中身を確認会会終わる何も起こらない帰る直前あの子がそっと教えてくれた冗談やめてよ笑われてたのね壺の窓が全開だよ